こんにちは。今回は2019年度大阪聖光学院中学校の入試問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図は一辺が15センチの正方形で、E は BC の3等分点。このうちの B に近い方の点です。三角形 AEF の周りの長さ、これを最も短くなるように、F を CD 上に取るとき、三角形 AEF の面積は何平方センチメートルですか？こういう問題になっています。では今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきましょう。三角形 AEF の周りの長さなんですけれども、E の場所って決まってます。もちろん A の場所も決まってますよね。ですから周りの長さのうち、AE の長さ、これは固定です。だから AF と EF の長さですね。これを足したもの、これをできるだけ短くしていく。これを考えるんですけれども、できるだけ短くする最短距離ですね。こういった問題って平面図形より立体図形でより多く出てきます。代表的なのは円錐ですね。円錐の周りに糸を巻く。例えばこういう風に円錐があった時に、ここから円錐の側面をぐるっと回って、一周刺して糸を巻きます。表現としてはいろいろあります。糸をピンと張るとか、たるまないように張る。直接最短距離になるようにって書いてるような場合もあります。こういう風に曲面の部分の最短距離を考えるっていうのは難しいんで、こういったもの、平面に直します。この場合は展開図ですね。こういうふうに円錐の側面の展開図考えます。ここから一周してここに戻ってくるっていうことは、ここからこの点とこの点ですね。そしてここが同じ点になりますね。こことここを結ぶ線。これをこういう直線で結んであげたらいいんですね。要するに最短距離っていうのは平面に直して、そしてそれを直線で結ぶ。で、この問題もこことここの最も短い長さなんですから、直接これ結べたらいいんですけども、一旦ここに寄り道していかないといけないですね。こういった問題って小学校の問題っていうよりは中学校や高校でよく出てくる問題なんですけれども、C に対して E と対称な点ですね。これはこっち側に取ってあげます。ここの長さ。15センチを3等分したうちの2つ分だから10センチメートルですね。これと同じ長さになるように、ここの点、E' としておきましょう。そうするとここにできる三角形ですね。これを結んであげると、この三角形とこの三角形ですね。これは二辺が共通ですね。こことここがそれぞれ一緒。共に直角三角形だから合同です。ということは、ここの長さと、ここの長さ、これ一緒ですよね。ってことは、AF 足す FE っていうのは、AF 足す FE' これと一緒ですよね。A から E' までの長さ、こういう風に進むのは最短距離ですかっていうと、これ違いますよね。さっきの円錐の時と一緒で、直線で結ぶのが最短距離になるはずです。こういう感じですね。この黄色で書いた部分、これが最短距離になるわけですから、ここに F を取ってあげると、この三角形の周りの長さですね。これが一番短くなります。さあ、これで三角形 AEF の面積ですね。これを考えていきましょう。とは言っても、ここまでも出してしまえば、この問題簡単ですね。ここ15センチ、ここ10センチです。15対10、3対2の相似形があるんで、ここの長さ。これとここの長さですね。ここの長さの比が3対2。求めたい三角形の面積。これは三角形 AEE'。これの面積の、これを3対2に分けるもんだから5分の3ですね。底辺が20センチ。高さが15センチの三角形。これの5分の3ですね。じゃあこれ計算して、90平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。こういうふうに最短距離を考えるときに対称な点を取って考えるっていうのは中学生や高校生にとっては結構当たり前かもしれないですけれども、小学生にとってこれを入試で初めて見て解くっていうのは結構難しいと思います。一度はやっぱりこういう問題っていうのは経験して自分のものにしておいてほしいですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。